こんばんは、ミノグンソです。船で行って、もう戦闘中は船から降りられないっていう流れであるのなら、もう俺こっから泳いでいこうかなみたいな考え、どうでしょうか。この撃て、なんか撃っちゃった。外した準備よし、準備よし。俺こっからさ、あらゆる方に風を受けるんだ。泳いでっちゃおうかなと思って。風を和らげろ。ストップ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 。キャプテン自ら、俺は行くぜ。どけ、俺一人で十分だ。待っておれよ。トゥー。行くぞ。お前たちはここで待ってろ。俺一人で行く。トゥー。高警戒地域。大丈夫だ。まだ誰も気づいていない。俺の存在にな。よし。結構遠いな。長いんじゃないのか。目的地まで。目的地というよりは、あの船まで行くのにもかなり遠いんじゃないか。この作戦はどうやら失敗のようだ。だがここまで来たからには、あれ、波がきついな。俺の得意なクロールを用いてもなかなかきついものがあるな。よし、もう少しだ。今日も波は結構荒ぶってるじゃないか。よし、もうすぐだ。見えてきたぞ。おお、これ、俺一人で船に乗り込むってことできんのか。泳ぐと結構遅いんだな。もうすぐだ。一人で船を乗っ取る。それ超かっこいいじゃん。マチェットを装備した。よし、登れんの。おお、なんて自由なゲーム。敵が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,10、 大丈夫だ。俺のマチェットがあればな。よし、一人やった。よし、あと何人だ。ほら、二人。ええ感じだ。誰か拳銃持ってるやついな。来たね。ほら、待てって、やめろし。相手一人だぞ。何その銃の威力。トゥー。これで島まで泳ぎ切れば俺の勝ちとしていいだろう。ハハハハ。お前たちの仲間は一人やったぞ。そこで棒立ちか。冷たい野郎どもだ。天気も良くなってきやがったしな。ふう、気持ちいい。気持ちいい。ほら、ギリギリ岸を登るか登らないかのギリギリ。ふう、よし、犠牲者を出さないように密かに行動しよう。ここに何か奴隷が囚われてるはずだ。ん？あれは？なんだあれ？トカゲ？何か見える。あれなんだ？ちょ、待って。
おらトカゲの皮を削ぐエゴイスト、エゴイストじゃないトカゲ、これはニワトリインタロ、優しいなおい、優しいなおい、いつか誰かに気づかれた、誰にも気づかれずに敵を倒していく、それがアサシン。そんな時はこれ、アサシンブレード、これを使うことによって音を立てずにターゲットを暗殺する。一人見つけた、一人気づいていないようだな、俺はここだ待て待て、草の中だぞ、ここ次は誰か俺に気づいているか、こちらを見ているような気がするぜ。トゥお前か、さあこっちに来い。怪しい俺に気づいているんだろう、近づいて来いよ。来ないか、もらったぜどうだ、ケツの穴がもう一つ増える感触はここに一人いるな、偉そうに奴隷を見張っているようだそして俺がこの島でやるべきことは、お、なんだ、宝箱、お、なんだって、じゃあ俺も一緒に、え、何、ベッカンタ、なんてついてこないのか、わ、あ、ついてきた、共に行こう、我に続け、ついてこれるか、いい子だ。なんださっきからウサギか、ウサギ、ウサギ、待てこの、ま、待てこのウサギ、すまない、どうやらこれもミッションのようだ、申し訳、申し訳、ウサギの怪我は申し訳。何をする、この高いところに登ることによってこの町にある宝箱や小さなミッションが全部わかるようになるということで、俺は指定されたこの高いところに登らせていただきます。よし、登っちゃって、ケンケン、あ、ケンケンケン、あ、誰かに気づかれてる、そう、ここでシンクロすることによってこの島の情報は全て俺のものだ。はい、オッケー、これで、そしたらこっからトン誰にも気づかれていないようだ、来たぞ、よし、いけいけいけ、お前たちの出番はなかったようだな、ついてこい豚みたいに。金の音を鳴らしている、仲間を呼んでいるのか、させん、そうはさせん、あれ、ああ、ちょっと攻撃して、なめてんじゃねえぞ、ほら、あじゃ、なに、よし、こういう時はマチェット使う、マチェット発動と、いて、やめろし、さあ来い、俺のカウンター攻撃を見せてやる、ここ、くっ、
ちょっとえぐいけどしょうがないだろう。どけ。金鳴らしてる。金バカ、この金を鳴らすのやめなさい。金切っちゃうんだから、この金の紐。これをすることによって奴らは仲間を呼ぶことができない。たくさんいるな。大丈夫だ、気づかれていない。来い。ほら、あと何人だ。よし、股間が丸、むき出し丸出し。あ、もう来てる。ここ、俺のカウンターアタックを見たか。こんな、やったな。どうやらあと2人やればこの町ではもういいらしいな。よし、もう一人、ここガード崩し。何、いい腕持ってんじゃねえか。よし、倒れてる。今だまだいる。お、今のうちに隠れる場所を探してくれ。みんな退避、とりあえず退避。解放した奴隷138、仲間にした志願兵44。なるほど、いい感じじゃないか。そして、あ、もうこの島には用がないのか。いや、宝箱がいくつかある。ぜひゲットだぜ。こういうのはしっかり取らないとな。あの高台だな。そこまで行きます。よし。ああ、いいね。よしよし。おお、鳥が。あの家の玄関の前かな、2階かな。2階っぽいな。上に登ります。ここかな。ありました、これが宝箱です。探る。748円です。いい感じですね。次はここ、近い順に行きましょう。ちゃんとこうやってマップを広げてターゲットをオンにしてからやると距離もわかるし、一つ一つ。あ、牛だ。インタラクティ。え？牛。あ、優しいだろ。なでなでした。いいね。さて今日最近雨すごくないですか。もう今日も傘もささず、カッパも着ないで、バイクで帰ってきて、雨に打たれるともうすごい眠いんですよね、いつも。やっぱ体が疲れちゃうんですね。もう今眠くて、で今この動画を見てる人もね、ちょっとこの人今日元気ないなって思ってると思うんですけど、今日元気ないなっていうより、まあ元気ないんですけど。いや、まあでも普通です。探る。よし、もう一つだね。もう一つは、あ、さっきのとこに、あったね、あったんだけど敵が襲ってきてそっちに夢中になっちゃった。でこれを取ったらもうおそらくこの島のミッションは全部コンプリートじゃないかな。ではいつかまた来る時があるかもしれないけど、もういいね。奴隷も解放したでしょ。そしたら船に戻ってまた次の島で奴隷を解放したり、ストリートのミッション、ストリートじゃねえストーリーのミッションを進めたり、結構面白いね。動画にするとすごい長くて、で自分がもちろん船を操縦して、行ったことがない場所